こんにちは本日はこちらの件名の詐欺メールを紹介します楽天情報より会員個人情報を更新できませんでした自動配信メールですまずはじめに詐欺メールの内容を紹介しますその後詐欺メールの中のリンクをクリックしたらどうなるかを試してみますこちらがですね詐欺メールになります差し出しには楽天市場カスタマーセンター件名は楽天情報より 会員個人情報を更新できませんでした。自動配信メールです。内容ですけれども、残念ながらお客様のアカウント、楽天会員個人情報を更新できませんでした。これはカールが期限切れになったか、請求先住所が変更されたなど、様々な理由で発生する可能性があります。アカウント情報の一部が誤っているゆえに、お客様のアカウントを維持するため、楽天会員個人情報を確認する必要があります。アカウントを更新してください。そしてえ更新ボタン、 こちらがリンクになっています。では次にこのリンクをですね、クリックしたらどうなるかをやってみます。先ほどのリンクをクリックしたらこのように表示されました。楽天、楽天簡易情報管理。これは本物にかなり似ていますよね。まずはあログイン情報の入力と、あとヘルプですね。 あと注意事項以上ですいかがでしたでしょうか今回の詐欺メールの件名は楽天情報より会員個人情報を更新できませんでした自動配信メールです今回の偽サイトですけれどもかなり巧妙に作られていまして見た目は本物そっくりですただし URL を見ると全く違いますので URL を見ると偽サイトとすぐに分かります。本物そっくりの偽サイトもありますので見た目だけでは本物と判断しないようにしてください。本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。